ティーガー210戦車は、第二次世界大戦前から冷戦までの時期に作られた、戦車のうち、大きな車体、重装甲、大型砲搭載など様々な条件により、同時期の自軍戦車の中で、相対的に重量の大きい戦車を指す。特に第二次世界大戦中は、大砲の威力と装甲強化のシーソーゲームが激しく、開戦時には40トン程度もあれば、 重戦車のランクだったが、1944年には70トン近くの重戦車が実戦で使用され、188トンの超重戦車まで試作されるに至った。戦後になると、エンジン技術の発達、装甲材質の強度向上と軽量化技術の発達で、重戦車としての攻撃力、防御力を持ちつつも中戦車並みの機動力を合わせ持つことが可能となり、 主力戦車として、かつての中、重戦車を統合する存在として、汎用的に使われるようになった。さらに戦後の主力戦車も、第三世代に至ると、重量は50から60トンもしくはそれ以上に達するようになり、車体規模においても対戦機の重戦車に、ほぼ匹敵するようになった。アメリカ合衆国イギリスフランスソビエト、連邦ドイツ国日本。ありがとうございます。